ピアス・ザ・ベールはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のポストハードコアバンドである。バンドの中心メンバーであるビッグとマイクは当初別々のバンドで音楽活動をしていたが、二人は共に仲間を誘ってパンクロックバンド、アーリー・タイムズを結成。アーリー・タイムズはその後、ビフォートデイへと改名し、2004年にイコールビジョン、レコーズよりファーストアルバム、 エー e レブレーションオブアニエンディングをリリースした。ビフォートゥデイは、その後、メンバー間の音楽に対する姿勢の違いから解散。ビッグとマイクは、バンド名を、ピアス・ザ・ベールとして二人で、再スタートを切り、2007年、ピアス・ザ・ベール名義でのファーストアルバム、エ f フレア e for the Dramatic をリリースした。このアルバムは、ビッグとマイクの二人で作り上げたものであったが、リリース後にツアーを行うため、 追加メンバーが必要となり、ビフォートデイ時代に知り合ったトニーとハイメが、ピアス・ザ・ベールのメンバーとして加入することとなった。2010年6月21日、セカンドアルバムとなる、セルフィッシュ・マシーンズをリリース。このタイトルについてビックは、俺たちは皆、本能的に欲望、愛、性を求める性質を持っているんだ。セルフィッシュ・マシーンズは、俺たちは、 完璧な存在ではないということを認めて受け入れることと、このような本能的な感情や思考を喜んで受け入れることについて表現しているんだと語っている。このアルバムのリリース後、バンドは全米、オーストラリア、ヨーロッパへと精力的にツアーを行い、ファンベースを広げていく。なお、2010年10月には、バーサスツアー2010にて初来日も果たしている。2011年、 バンドは古巣を離れ、フィアレスレコーズへ移籍。この時の心境を、ビッグは変化が必要だと思ったと述べている。2012年夏のバンズワープドツアーで、バンドは初めてメインステージへの進出を果たす。このツアー中にフィアレスレコーズより発表された、サードアルバム、コライドウィズザスカイは、初週2万7000枚以上を売り上げ、ビルボード週間チャートで初登場12位を記録。 その後も四ヶ月間にわたりチャートに止まり続け、さらなるファンの獲得につなげた。この成功を受け、その後のツアーでは、全米、ヨーロッパのみならず東南アジアや南米でもライブを行うなど、活動範囲を大幅に広げていく。このアルバムは、ベロックスサウンド市での二千十二年の年間、ベストアルバムの三十三位に選出され、同年のベイオルタナティブプレス市での読者投票でも、 アーティストオブジイヤア部門やベストライブバンド部門を含む8部門で1位に選出されるなど人気バンドとしての地位を確立。また2013年6月の A カーン、シニオル、カーン、アワーズでもシングル、キング4、A-Day のミュージックビデオがベストビデオ賞を受賞している。このアルバムの成功によってバンドを取り巻く状況のすべてが変わったとビッグは語っている。 2013年11月、初の映像作品となる This is A Wastland を発表。サードアルバムリリース後の世界的なツアーの舞台裏の様子を収めたドキュメンタリー作品となっている。2014年7月に行われたオルタナティブプレス誌による第1回オルターナティブプレスミュージックアワーズではベストライブバンド賞を獲得。また、ベストベーシスト部門。 ベストドラマー部門では、ハイメとマイクがそれぞれ受賞するなど、人気の高さを改めて証明した。同2014年7月には、11月より米国を皮切りとして、スリーピングウィズ・サイレンスとのワールドツアーを行うことを発表。各地域での日程が順次発表されている。2016年5月13日、フォースアルバムとなる、セルフィッシュ・マシーンズをリリース。 ビッグフエンテス、ボーカル、ギターマイクフエンテスドラムストニーペリーギターハイメ、プレシアードベースハット ABCDE ダウニー、ライアンジェイ、キングス4、AD ファイナリーオルターナティブプレスナンバー296、ABC、ピアスザベールインタビュー、激ロック。2014年9月14日閲覧。ピアスザベールインタビュー、激ロック。2014年9月14日閲覧。 サザーランド、マーク、インサイドザホッテストレコードオブ2015カーン、ナンバーワン530、ロックスサウンド S50 ベストアルバムスオブ2012、パート2、ロックスウンド、TB、リリーブドセプテンバー14、2014、ウィット、キャシー、2012リーダーズポールリザルツ、アーティストオブザイヤー ALTPRESS.com、リリーブドセプテンバー14、2014、ジョーンズ、リアン、 カーン、アワーズ2013、オールザ・ウィナーズ MUSICWEEK.com。リリーブド・セプテンバー14、2014、クレーン、マット・イトール、モースト・アンティサポイテッド・オブ2014、オルターナティブ、プレスナンバー307、シングス・ AP ・ミュージック・アワーズ、オルターナティブ・プレスアップマス・ ALTPRESS.com。リリーブド・セプテンバー14、2014、 ピアス・ザ・ベール・コンファームニューアルバムミシダ・ベンチャースカーン2016年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年5月20日閲覧ありがとうございます